こんばんは、かずやです。ちょっと前の動画で、スマホを新しく買い替えようか、検討を加速させるっていう動画をアップしたんですけれども、まあ、その動画を投稿した晩にですね、まあ、検討に検討を重ねて、まあ、1台選びまして、買ったんですよ。それがこちら サムスンのギャラクシー Z フォールド4です。いや、まさかね、そこに行くかって思ってる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。そう、これまで僕はアップル信者で、スマホはずーっと iPhone を使ってきたわけですよ。まあ一時期そのエクスペリア、まあソニーのエクスペリアを買ったこともあるんですが、それはあくまでもサブ機としての運用だったので、まあ今回その iPhone ではなくて、もうこのギャラクシーをメイン端末として使うという意味で購入しました。これは本当に僕からするとかなり、 まあ大きな変化というか、というのもね、あの、僕は韓国、政治的に全然好きじゃないんですよ。ですから、韓国メーカーのサムスンのギャラクシーって、まあ、以前であれば、その検討を の対象にもなってなかったくらいなんですよね。しかも昔のイメージがこうなかなか消えなかったっていうのもあるかもしれません。爆発するとかさ。ただですよ、iPhone 14が出た時にいろいろ考えたんですよね。まあ、スマホをどうしようかなと。別に今まで使っていた iPhone に不満があるわけではないんですけれども、最近のその Apple の,、まあそのね、新作発表を見ていて、まあ、あまりこう、 ちょっとなんか、ときめくものがないというか、順当な進化は重ねているんだけれども、うわ、すげえな iPhone って思わせてくれるような、まあ、昔みたいな感覚っていうのが、ちょっとなくなっていまして、で、それに比べてこの Galaxy どうですか二つ折りスマホなんですよ。これやっぱロマンの塊ですよね。 ということで、今日はこの Galaxy Z Fold 4のいいところ悪いところを述べていきたいなと思います。まず一つ目ですね。まあ、ご覧いただいてわかるように、これ折りたたみスマホで、これ開いた状態。で、まあこれ普通にパカッとこう、閉じてね、使うことができるわけですよ。つまりスマホにもタブレットにもなるという、そんな素晴らしいものなんですね。いやいや、そう言うけど、そんなの iPhone と iPad を2台持てばいいじゃないかって思った方、 それもね、その通りなんですよ。で、僕もそう思ってたし、まあ、実際2台使っていたんですね。まあ、iPhone と iPad mini であったりとか、iPhone と iPad Pro とかで運用していました。だけどやっぱりこの Galaxy Z Fold 4買って思ったんですけど、その2台の機能を1つで賄えるっていうのは、やっぱその効率的なんですよ。2つ持ち歩くのってね、やっぱ荷物増えるし、面倒っていうのはあるじゃないですか。これ Z Fold 4で、これ iPad mini。 まあなんとなくね、この横幅はだいたい同じぐらいなんですけど、縦の、縦がね、ちょっとこう、Z フォールド4の方が小さいという感じになっています。ただまあ、それでも、数日使ってですね、まあ、新聞なんかもこれで読むようにしているんですが、まあ、特に不自由ないですね。もう一台で全然まかないちゃっています。これわかりやすく言うとですね、まあ、要は、ゼータガンダムなんですよ。ゼータガンダムっていうのは、まあ、 いわゆるその戦闘機みたいなスタイルと、まあ近接戦闘用のスタイルっていう、その可変式のモビルスーツなんですよね。だからこのね、スマホにも慣れてタブレットにも慣れる、まさにゼータガンダムなんですよ。これまでもギャラクシーから、まあ他のね、メーカーでもこういう二つ折りの機種っていうのは出ていたと思うんですが、まあこの3であったり、2であったり、初代であったり、それはまだやっぱりね、その発展途上、まあ今もこれ発展途上ではあるんだけども、だから今までのこう、メタスぐらいなんですよね。それが今このゼータガンダムになってきたっていうのはね、 買いでしょう。本当に色々できて、これ付属ではなくて別売りになるんですけど、S ペンっていうものがありまして、これでなんとね、筆記もできちゃいます。しかもこれアップルペンシルと違って、充電を必要としないんですよね。まあ、ですからその辺でも優位性があるのかなと思います。まあでもそのアップルペンシルに比べてちょっと細いといえば細いので、まあ、持ちやすさの面で言うとア プルルペンシのの方が持ちやすすいいかなっていう感覚はありますねこのペンって純正ケースっていうかまあこれも今純正ケースつけてる状態なんですけどもまあこのここあの取り替えられてここにペンつけたりとかもできてでこれどういう状態かっていうとこれスタンドになってるんですよほらこういう感じでちょっと分かりにくいかもしれないですけどスタンドになっててこのまま立つっていうめちゃくちゃ便利ですよねただねペンついてるんですけどこれあの形状的にですねもうこのセンターのスタンド部分があってこう 机に置いて書こうとするとガタつくんですよ。だから、筆記するってね、ちょっと難しいっちゃ難しいんですよね。こう手持ちでこうメモ帳みたいに書くならいいんですけど、あの机に置いてガッツリ書いてやろうみたいなものにはあまり向かないのかもしれない。そう、だからこのセンター部分というか、ここ。 いや、でもちょっとなんかめんどくさいですよね。何のためのペンというか、そのスタンドなのか。いいところ二つ目は、マルチタスクの自由度が高いっていうことですね。これ閉じた状態で、まあ上下で2画面開くとか、まあ,あとその開いた状態で、まあその分割して2画面にしたりとか、まあ,あとその 半半半分に分分分ににに割した上でその半分をさらに半分にするってこともでできるんですよもちろんその画面分割とかって iPad でもできるんですけど、よりやっぱこの Android の自由性っていうのを感じますよね。あとそのユーザビリティ考えられてるなっていうのが、 そのよく使うものは簡単に登録できたりとかするんですよね例えば僕だったら、まあ、YouTube やってるのであのなんかコメントチェックとかしたりするわけですよでそういう時に YouTube 開いてでさらに Twitter も開くみたいな時があったりするんですよねまあ Twitter もこうやって大画面で見ることができますしでそこからさらに YouTube も見ようかなという時は、まあ、こう横に入れると、まあ、すぐに出てきたりしますよねでさらにこういう組み合わせで使う場合このセンターのところになんかちょっとこう○○○っていうのが あってですねこれを押すとあのこの画面構成を入れ替えたりだとかあの例えばこれ入れ替えたりまあこういう簡単にできたりとかあとこれ星マークついててこれ押すとねお気に入りに登録できるんですよ。お気に入りに登録するとまあ、どこにでも設定できるんですけれどもまあ例えば僕今ここに横んところに入ってましてこれを押すともういきなり、えー、動画 youtube と twitter が開かれます本体のスペックも高いのでまあそのマルチタスクで作業したとしても結構サクサク動くのも嬉しいところですいいところ3つ目はセキュリティなんですけれども顔認証と指紋認証両方使えるこれがいいですね今まで iphone ipad を使ってきましてどっちかなんですよね iphone であれば顔認証 ipad pro も顔認証 で、iPad mini は指紋認証みたいなさ、両方つけてくれたらいいのにと思うんですけど、まあなかなかこう Apple ね、どっちかになってしまいますし、でもこれは両方ついてるので、 早いんですよね。今もだいぶ緩和されてきましたけれども、やっぱそのマスクつける場面ってのも多いでしょうし、まあそのマスクつけてて、まあそれでも顔認証できるんだけれども、ちょっとやっぱりレスポンスが遅かったりだとか、まあ,あと髪型とかそのマスクどこまで上げるかによってなかなか認証されなかったりとかってあると思うんですけど、まあそういう時には、ここに指紋センサーついてますので、ここをもうタッチするだけで簡単に開きます。しかもこれ起動めっちゃ早いんですよね。ほら、押した瞬間にパッと。 開きます。いいところ4つ目は、これ iPhone ユーザーだから余計思うんですけど、あの、端子が Type-C ってことですね。来年の iPhone から、まあ Ty、Type-C に移行するんじゃないかっていう噂もあるんですけど、まあ、現状はライトニングですし、まあ、ライトニングでもいいっちゃいいんですけども、その転送の速さとか、まあ、その様々な、そのケーブルの統一とかを考えると、やっぱり今は Type-C の方がね、だってあの、iPad じゃなくて、iPad そうか、iPad もそうだし、MacBook なんかも今 Type-C になってるのに、なんで iPhone とかさ、あとなんですか、あの、 エアポッツとかさ、統一してくれよっていうね。今回ギャラクシーに変えたので、まあその辺のケーブルの統一っていうのが、 まあ今回成し遂げられるなというところです。次いいところ、5つ目なんですけども、まあカメラ性能ですね。これはね、そこそこいいです。今発売されるある程度の金額のスマホっていうのは、まあ大体いいカメラ搭載してるんですけども、まあこの Z f o l d 4も、まあ必要十分なカメラ性能はあるんじゃないかなと思いますね。こちら安定のポコちゃんですけど、まあポートレートモードで撮るといい感じにボケ感も出ていますし、まあ iPhone にも同じ機能あるんですけど、遜色ないと思います。これも適当に撮った写真なんですが、 まあ写真これ必要最低限というか十分な機能なんじゃないかなと思いますし食べ物とってもおいしそうですよねまあこれニラそばになるんですけどもこれ食べたの宇都宮の水なんですが隣町の鹿沼の名物ですね動画も見てみましょうかこれは 4K で撮影したものになりますゴム好きのポコですポコちゃん 超えて。これ食べないで。これ食べないで。これ。ダメだよ。はい、はい、見てます。これ食べないの。全く。これ。これモフモフの系だ。ゴルフ行った時にちょっとスイングをね。 あの、撮ったんですけども、まあ、改造感で言うとちょっといまいちかなとも思うんですが、まあ、スマホのカメラですからね、必要十分はあるとは思います。しかもこうやって開くので、あの、自撮りしやすいっていうのがあるわけですよ。例えばこの状態でカメラ起動するじゃないですか。まあ、通常だとこの、まあ、今このね、こっち側で起動してるんですけども、こっち側に何も映ってないですよね。でもこれをこう切り替えるとですね、まあ、カバー画面でもこうやって、 出だからこの今ねこの映ってないこの辺を持って自撮りすることができるんですよねこうやって開いて撮れるのはいいんですけど一つネックがあって通常のそのスマホホルダーみたいなやつではちょっとこれあのクリップできない太さなんですよね、まあ、だからこれをその三脚に乗せてあの自撮りしようって思う時はなんかそのタブレット用のやつ使うかタブレットスタンド使うとかまあそういう方法になるのかなと思いますではいいところ6つ目ですねそれはね あの開いた時とこの閉じた時で違ううホーム画面が設定でできるっていうことです,すごい地味なんですけどその今まで iPhone 使っていた身からするとこれ結構革命的なことでそのこの状態で使う場合を想定した時の配列。 と、開いた時に使うであろうものを想定して配列するっていう、そういうことができるので、これなかなかね、いいんですよね。例えば、閉じた状態で使うのってどういう時かなっていうと、移動している時とか、あの、例えば、スイカ使って、えー、電車に乗るとか、そういう時があると思うんです。だからもうこの状態で、その、ホーム画面には、 もうスイカ入れとくとか、まあ、あとポイントカードとかですね。支払いの時にポイントカードありますかって言われて、すぐ、あの、使うやつを、こう、ここに配置しておいて出すことができるので、それが良かったりします。で、開いた時には、やっぱりそのインプットするとか、まあ、そういう用途が強くなるので、まあ、例えば新聞のアプリ入れるとか、まあ、YouTube とか、その管理アプリとか、まあ、あと Netflix とか、なんか D マガジンとか、そういうものを入れます。この辺のレイアウトの自由さっていうのも、やっぱ iPhone と違っていいなと思いますね。なんか結構その、 どうにでもなるじゃないですか、アンドロイドって。続けて、悪い点に行ってみたいと思います。まずはね、悪い点というか、ま、適正といえば適正なのかもしれないですけど、値段が高いっていうことですね。日本国内の正規品を買おうとすると、まあ、au かドコモでしか売ってないんですよね。え僕はドコモで買いました。 お値段はなんと249,700円します。なかなか衝撃的ですよね。で、iPhone とかだとカラーバリエーションがあったりだとか、容量の違いがあったりとか、選択肢があると思うんですが、もうこの Galaxy Z Fold 4に関しては 256GB で色も決まってます。で、この金額考えると、まあ容量にもよるんですけど、iPhone 14買って、で、その iPad mini とかなら買えちゃうわけですよ。ですからね、そこはちょっと、 ネックとして上げられるのかなちょっと買いにくいのかなとは思います。これも考え方次第なんですが、まあ分割で買うと多少心理的ハードルは下がるのかなと思いますし、僕は今回そのドコモの、その分割で買ったんですよ。いつでも買い時プログラムというのがあって、まあ僕それで買って、 え、これで車で言うと残クレなんですよ。残価設定型のクレジットですね。まあ、さっき言ったように本体価格が25万円ぐらいします。これを返却する前提で2年とか使うんですよ。まあ、ざっくりなんですが、月々6400円ぐらいを払って23ヶ月目に返却すると残債の10万円ほどは ま、あその、なんていうかな、え、残価として元から設定されてるので、チャラになりますよっていうことですね。ですから、実質的な負担額としては、ま、14万円ぐらいになります。ただ、それで考えてもね、その、リセールバリュー考えると iPhone の方がいいし、その、値崩れしにくいっていうのがあるし、ま、どちらにしても高いですよ。続けて、悪いところ二つ目。少し重くて、少しでかくて、 ケースつけてもガタつくっていうことです。本体サイズ大きいので、まあ、重量もそこそこありまして、263g ですね。で、iPhone 14 Pro が 206g、MAX が 240g なんで、まあそれ以上なんですよ。ただ、2つ折りっていうのを考えると、その iPhone 14 Pro Max 240g に対して263だから、まあ検討してるといか、検討してますよね。で、こうやって折りたたむと、もう単純にですね、そのスマホ2台分ぐらいの その厚みになるわけですよ。ですからこれ、まあ僕なんかそのポケットに入れて持ち運ぶことが、ことが多いんですけど、まあ存在感ありますよね。ただそのでかい分、僕なんかその、この状態で持った時のホールド感は高いなぁとは思いました。重いですけどね。で、あと、そのね、本体がこう、ちょっとガタつくというか、これ僕あの純正カバーつけてる状態なんですが、これ純正カバーつけないとカメラが出っ張ってて、ちょっとこう置いた時にこう、ガタガタってなるし、 で、これ純正かばつけても、このスタンド部分がちょっと出っ張ってるから、結局ね、ガタつくといえばガタつくんですよね。そう、ガタつくから S ペンもちょっと使いにくいというか。 そんな感じです。悪いところ三つ目は、圧倒的にアクセサリーが少ないということですね。まあ、iPhone なんかシェアが大変高いので、まあ、そのケースにしても何にしても、様々なアクセサリーが量販店に売ってるでしょう。まあ、量販店じゃなくても、まあネットショッピングでも、もう,もう無限に出てくるでしょう。だけどね、この Galaxy Z Fold 4なんてのはマニアック商品ですから、もう量販店ではね、売ってないことも多々ありますね。僕もあの、宇都宮の,の何店舗か回ったんですけど、やっぱそもそも売ってない。 いうこともあっってでですすねね純正のケーースカバーですらなかたたりしましま、ね、僕その買ったまあこれを買った販売店であのケースも欲しいんですけどっていうこの S ペン付きのやつ買おうと思ったんですけど、まあ、売り切れでしたよどこもショップ行っても売ってなかったりとかしかもその純正まあこれしょうがないんですけど値段も高いんですよね僕が買った S ペン付きのこの純正ケースっていうのはもう正規料金で買うとあの1万円 六千何百円とかするんですよ。もうほぼ一万七千円なんですよ。ペンついてるにしても結構な金額しますよね。で、楽天とかで、その、まあ、韓国の正規品というか、その海外輸入品みたいなものを買うと、ま、三千円ぐらい、えー、安くなってるのかな。まあ、あとさらにポイントつくので、まあ、実質その、まあ、約四千円分ぐらい、えー、安く買えますし、僕はそれを買いました。にしても一万円超えますからね、高いですよね。でも今のところ使っていて悪い点って言ってもそれぐらいかなと思いますね。 まあ、あと心配なことがいくつかありまして、それまず耐久性ですよ。やっぱ折りたたみ式なので、こうパカパカずーっとやってたら、やっぱあんま良くないんじゃないかなとも思いますし、で、YouTube でその Z フォル d 3とかの、なんかレビューとか、あの、使用している方のものを見ると、なんかその液晶、この中心部分が、あの、ちょっとダメになって、交換ですみたいな人もいましたね。だからなるべくね、その、 パカパカしない方がいいんじゃないかなと思いまして、もう家にいるときはもうずっと開きっぱなしですね。まあこれ別に縦で使う人ないしね、家では。あとこの折り目がね、気になるんじゃないかっていう方いると思うんですけど、僕これ使ってて思うんですが、あんまり気になんないですね。確かにこう見るとね、折り目ついていまして、ちょっと写真で撮ったんでそっちの方がわかりやすいと思うんですが、正面から見るとあんまわかんないんですよ。だけどこう斜めにすると、まあ多少なんか折り目ついてんなっていう感じではあるけれども、 正直ね、作業、作業っていうかその見ていてそこまで気になるものではないです。あとなんでしょうね、バッテリー消費とかですかね。まあこのタブレットモードにしてると表示領域が単純にでかくなりますから、その分消費電力っていうのも大きくなるでしょうし、まあだからモバイルバッテリーを持ち歩くほどなのかっていうのはちょっと今後検証してみたいと思います。まあそんなこんなで買って5日ぐらいかな。 たったんですけど、正直ね、めちゃくちゃいいです。もう SIM カードも移行して、完全メイン機として使っているんですが、これに変えてからもう iPhone を全く、まあ、あの使わなくなったというか、必要性を今感じなくなっていまして、まあそれだから5日の段階でこうなんで、今後ちょっとわかんないですけども、 ま、現時点では特に何も困ってないですね。今までスマホとタブレット分けて持っていましたし、で、その、僕買った iPad mini って SIM カード入られない Wi-Fi モデルなんですよ。まあ、ですから出先で、あ、そうだ iPad 見ようっていう時には、あの、テザリングして使うっていう、そのなんかひ、その一手間あったんですけど、今これ SIM 入ってますから、 もうそのまま新聞でも雑誌でも、まあ d l e でも何でもいいんですけども、ええー、見ることができるし、買ってすぐ読むこともできます。まあやっぱりその今スマホのスタンダードって、まあ普通の、なんていうかな、iPhone 的なものを多分皆さん使ってらっしゃると思うので、なんかいまいちこのね、あの、二つ折りの良さを、なんかわからないっていう方いると思うんですけど、これ使ったらね、マジでね、 ズキューンと心打たれますよ。最近の iPhone にはなかった感動がありましたね。で、今なんか Google なんかもこういう二つ折りのものを作ってるっていう話があるので、まあそれにも注目してみるといいんじゃないかなと思います。まあね、今日はもう散々ベタ褒めしてきましたけれども、まあこれがね、数ヶ月でぶっ壊れたら、そしてあのサポート対応が悪かったら、やっぱり Galaxy はクソとかね、やっぱり韓国はダメだみたいな、そういう動画作るかもしれないですけど、まあそれは、 ま、なるべくね、普通に使いたいですね。まあ、これ、見てる側的にはね、こう、ぶっ壊れた方が面白いのかもしれないですけど、まあ、あの、これ、非常に大変いい商品なので、持ってくれっていう感じですね。はい。ということで、メイン機をついにギャラクシーにしてしまったという話だったんですが、まあ、iPhone からまあ、ま、あ、Samsung、Android への転向だったので、まあ、その、いろいろね、やっぱ違いはあるんですよね。だから、その辺もちょっと話そうと思ったんですけど、今日も動画がすでに長いので、まあ、次回以降ということで、 え今日は終わりにしたいと思いますまあちょっとね長々となりましたけれども今日の動画一言でまとめるとギャラクシー Z フォールド4最高だと、まあ、そういうことですよはいということで、えー、今日もご視聴いただきましてありがとうございました最後にポコちゃんなんですが途中に出たので割愛しようと思ったんですが、まあ、あの買ってすぐだったのでいろいろ取りましたから、まあ、最後にもうおいポコちゃんで、えー、さよなら下長いねポコちゃん <laughs> かわいいな。